はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。イタストトーナメントモードじゃなかったですね、空き地モードですね。フリーウェイのマップでさせていただいております。で、今19番引いたんでね、深夜モードの、カオルコさんがね、ちょっと無双状態に入ろうとしてますね。なんとかちょっと抜け出す案を探さないといけないですね。22番、2倍波乱戻し、やんないね。どっちか言うと好みさんもピンチですけどね、京子さんもかなりまずいですよね。上に行った。で、私はサラリーをもらい損ねてるので、ただ株は買いたいっていう形ですね。マーク揃ってるからね、銀行に向けて直進ですよね。あ、好みさんハマるかな。サンデルとやばいですね。おお、超えた。動物園ね。はい、行きましょう。もちろんここですね。買っちゃいましょう。どうしよう。もうとりあえず一旦ちょっと売っときましょうか。はい、はい、あ、はまった。お、来た。もうね、ヘリポートが商店並みの見学料になってますからね。おー、はまった。まあ C30% なんで、今のでだいたい支払いが220ぐらいですかね。カオルコさんがハマると1272か。そこも大概ちょっとやばくなってきましたね。1回ぐらいちょっと株買いたいですよね。好みさん2出すとピンチ。ハマっちゃった。ギリギリ耐えたか。よっ。まあいいか。かわされた税務署ゾーン。で、京子さんサラリーでちょっとピンチを抜けて、さあどこに乗る。そこか。
抑えてきたね。あ、動物園打った。なるほど。おー、これは足りない店舗売却ですね。あー、そこか。抑えときたいな。そうですね、3倍ぐらいまでだったらでも出してもいいかなーっては思ってるんですけどね。まあ、お金もそこそこあるので、カオロコさん悩んでますね結構。うん、この金額なら全然妥当ですね。おお、もう一回来た。600出すの。おお、買う気満々やん。ちょっと赤出たけどいいでしょう。さあ、どう、何歩出るかな。4。そうですね、ちょっと銀行行きたいんでこっち取っときましょうか。はい、縦にね攻めていくしかないので、ボーナスをもらおうと思うと。お、ラッキーよ。うん、これで、469。勝負できそうですね。おろこさんがやっぱりマーク集めるの早いですよね。うん、好みさんはちょっと助かってますよね、私の店超えたんで。さあ、そしたらね、ちょっと仕掛けましょうか。はい、改築いきまーす。いや、ちょっと待ってよ。ほい、もう一回ちょっとターン待ちましょう。はい、好みさんをね潰すつもりならね、もう今仕掛けといてもよかったんですけど。あー、やっぱりね、ここでもう作ってたらと彼女飛んでましたからね。まあ、ここは極端に欲しいところではないけど、まあ現金が余ってるうちだったら、そうですね、3倍以下ですね。3倍超えるようだったらもうカオロコさん出してくれていいんですけどね。あー、500。おう、560。3倍以下ですね。
ここで仕掛けましょう。はい、改築で、まずコンビニ、はい、改築、ここもコンビニ、これでね、デンジャラスゾーン完成ですよね。で、あとはヘリポートが1個余ったんで、さっき買ったここをヘリポートに変えます。で、もう1個、あまり私動物園好きじゃないんで、ここは税務署。はい、これでどうでしょうか。あ、ちょうど、感じですね。で、あとは自店舗にね、飛んでけばここでいいでしょう。はい、でここからやっていきましょう。はい、こんな感じですね。カオルコさんはまあそこですよね、押さえていきますよね。これでちょっと展開がどうなるかですよね。あ、横に来てますね。うわ、洪水かいな。おー、セーフ。さんね、マーク揃ってますんで、さらにですよね。うわー、でかいとこはまるな。あー、かわいそうに。はい、もう普通に押さえていきます。ここを取られるとちょっとカウロコさん3店舗ゾーンになってしまうんでね。シシュですね。多分600超えてくるんじゃないかな。5倍近く出しても欲しいはずですね。まあ1000超えるやったら明け渡してもいいかな。はい、あー、やっぱりね、うん、1000超えたら降りましたね。全然問題なしですね。はい、で実際欲しいのはここです。ここはそんなにね、言うほどカオルコさん欲しがらないですよね。
まあここは様子見ましょうか。ここは京子さん是が非でも欲しいですからね。まあ京子さんが買うんだったら問題なしですね。あ、降りたね。まあいいでしょう。はい、店舗買い漁っちゃいます。うん、かわいそうですね。あ、ここで何が出る？3か。どこ行こうかな。はい、ここにしましょう。あ、当然乗ってきましたね。はい、いらっしゃいませ。そうね、さあ、あくまでもまだそこを抑えようとするんですね。6、そうですね、こっちかな。はい、はい、でカーブを棒だけ打っちゃいます。はい、お、カーブ、あー出た、十里ね。はいはいはい。おお、ほぼ下がったね。まあ A ランクの人はあれやってきますからね。お、京子さん耐えたよ。あー、そこをね、あらららはい、では振りましょうか。はい、で、まずね、ここでいいか、やっぱり。はい、あー、そうだ、かぶんの忘れてた。
処分しときましょう。ああ、そこ開ける。蘇った京子さん。ああ、みんなで抑えに来ましたね。はい、ということでね、あそこはフェイクになるかな。うん、この場所はね、もう振り切っとかないとやばいですね。わー、デパートはまる前に助かりましたね。はい、ということで、株売っちゃいます。2か。そうですね、こっちだね。はい、まあそうですよね、カオルコさん動けないですからね。はい、1出たら好みさん終わる。おお、超えた。あららら、まあまあいいでしょう。51ってなんだっけ、あと1つ。まあ、ウロコさんが株処分してからかな。おお、なかなか茨の道に突っ込んできましたね。抜けてきますよね、綺麗に。あ、宿屋建てられちゃった。あ、好みさんがね、株で生き残ってますけどね。次デパートハマるとアウトですね。はい、ということで、ちょっと破産、好みさんがね破産しそうなんですけども、ちょっとその前にお時間来ましたので、ここで終了させていただきます。空き地モードで対戦しておりますイタスト2ですね。今回4回目ということでした。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。